今日はね、なんかいつもの雰囲気が違って、もうすでに番組が始まっているというのに、僕たちは今、汚いレコーダーの上にいる。お、頑張れローディ、ローディというふうに、いつもならきちっと始まるところなんですが、今日は、皆さんこんにちは、井上貴之です。今日の番組はこういうわけで、この中はもう何と言うんだろうか、どちらかってるというのか、狂気というのか、ショースのスーパーハイセンスグループ、爆風スランプを迎えてのスタジオライブですか。こんな風にスタートして、ドラムのファンキー君なんか、すげえパンツ脱いじゃってっていうぐらい、丸出しにしているんだ。よし、やりますか。盛り上がる、やりましょう。じゃあ、1曲目やっていいかな。ダメ、あり、いいです、ダメですお願い、やらせて。1曲目、えらいこっちゃから、えらいこっちゃ、気合い一発ね。じゃあ、よ、オッケー、はい、行きましょう。Eli Kotcha, Eli Kotcha, Eli Kotcha.
を帰りたしますぜ。ガッタガッタガキの時代から耳に馴染んできた太陽に吠えろのおっちゃんだ。きっとぶったまがるぜ、きっとぶったまがるぜ、きっとぶったまがるぜ、きっとぶったまがるぜ。ダイマンゲスト井上貴之、ダイマンゲスト井上、やってきた。ワン、ツー、スリー、ロー。今日は4番あのえらいこっちゃというメンバー紹介の歌にゲストとしてあの太陽に吠えるのタラタンタララーンでおなじみの井上貴之さんが入ってくれました。それでは2曲目、最近この歌のおかげでちょっと有名になりましたけれども、ワニさん、カメさん、ゾウさん、カニさん、ごめんなさいの歌。あ、いきなり弦が切れてやっぱ生ライブは違うな。そういうわけですね、この無理だという曲で、最近有線をお騒がせしていたんですけれども、どんどんですね、皆様 のお耳を騒がしたということで、責任を感じまして、しっかりですね、だんだん売らないように、だんだんですね、レコードをわざと売らないようにしてるんですけれども、もうすぐですね、チャートからもいなくなるんじゃないかと。おかげさまでどんどん売れなくなってますから、皆さんご安心ください。次の曲はそういうわけで、もういきなり弦は切れるわ、もう、はい、ヘッドホンは外れてしまうわ、はい、チンポは出るわYou can not do that! 無理だ。Up.